おはようございます。おはようございます。皆さんと共にクリスマスの礼拝をこの日で迎えることができましたことを心から感謝いたします。一言お祈りします。天の神様、神様が私たちに命をくださいました。感謝いたします。その御言葉を一人一人にお与えください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日ずっと聖書を購読いたしました。朗読していただきました。その中にマリアのことがずっと主にこの取り上げてきました。一人の乙女から神の子が生まれるっていうこと、本当に私たちには不思議なことでありますけれども、そのことについて今日皆さんにメッセージをお伝えしたいと思います。この身になりますようにっていうメッセージの題です。もう少し言葉を変えるな、加えるならば、お言葉通りこの身になりますようにが今日のメッセージです。私たち全世界で最も有名な名前、それは誰かというならば、もちろんイエス・キリストです。次に有名な名前は何だろうかというならば、多分マリアじゃないでしょうか。そういうのにして、イエス・キリスト、マリアということは、本当にクリスチャンであるないかかわらず、多くの人たちがご存知であります。カトリックの間では、マリアさんがある面でちょっと崇められすぎているところもあったりとか、あるいは何よりもその以前に、乙女が子供を産んだ、しかも神の子を産んだということからして、私たちにはまあ確かにマリアさんっていうのは、いつの間にかですね、上に行って、そして私たちより遠く離れた聖女であり、あるいは賢い特別な人のように見受けられてしまいます。しかしマリアさん、これは本当にごくごく普通の人であります。いい名付けが田舎のこの大工のヨセフさんでありましたね。本当に普通の人です。ですから、このマリアさんは特別な人ではなくて、実は私たちがなるべき人なのです。私たちがそうならなければならない人、これこそマリアさんなのです。ですから、皆さんもマリアさんであり、私もマリアにならなければならない。そういったふうにして考えてほしいんです。マリアは聖書でも先ほど言いましたように、特別な人ではなくて、ごくごく普通の田舎の娘でありました。さて、このマリアさんのこと、私たちがなるべき人だと言いましたけれども、私たち人間にはそれぞれに立場というものが与えられております。この親であるという立場、この人の夫、妻であるという立場、この会社ではここのポジションにいるという立場とか、会社員、またいろいろな立場があると思います。では皆さんに聞きましょう。人間にとって最も大切な立場っていうのはどこでしょうか、あるいは何でしょうか。考えたことあるでしょうか。それはこうです。マリアの立場こそ人間の立つべき場所、本当の立場はマリアの姿に私たち人間は置かれているのです。ではその3つ、その立場において大事なことを申し上げますけれども、第一番目、人間は神様の声を聞く立場にいるものなのです。神の声を聞かなければならないものなんです。一章のこのルカによる福音書の中に天使がやってきました。その天使がマリアに言いました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと言いました。そうです、これが神様のマリアさんに対する言葉だったんです。そしてこの言葉を私たち全てのものは聞かなければならないのです。
この言葉から私たち人間は始まらなければならないんですね。合格おめでとう、聞いたかもしれませんね。誕生日おめでとうと皆さん言われて聞いたでしょう。あるいは新年おめでとう、明けましておめでとうと言います。しかしそれが本当に人間にとっておめでたいことなのか、決してそうじゃありませんね。病気になった時おめでとうと言われますか？死んだ時におめでとうと言われますか？言われませんね。しかし私たちの本当のおめでとうはどこにありますか？人間にとっての本当のおめでとうは、神があなたと共におられますです。ここに私たちのおめでとうがあるのです。病気になったとしても神が共にそこにいてくださる。たとえ私たちがこの肉体を脱ぎ捨てて死っていうものに迎えたとしても、神がそこに共にいてくださる。私を病から、困難から、そして死からも打ち勝たせるお方、その方が共にいることこそ人間にとっての本当のおめでとうなのです。この世のおめでとうは最後にはすべて悲しみの涙に消えていきます。しかし天使が言いました。おめでとうマリア、神が、主があなたと共にいるんだよと言ってくださいました。しかし皆さんはいいかもしれません。私には天使は来ませんねと、特別な人が夢でも見たんじゃないでしょうかというかもしれません。しかしこの天使の言葉は皆さんにもすでに何十回何百回か分かりませんが語られているのです。ただ皆さんがそれが神の言葉とは聞くことができなかったかもしれません。私は19歳の時に実にこの天使の言葉を聞いたんです。どんな時かと言いますならば、大学に入りましたけれどもついていけなかった。困ってた時に友達が面白い先生がいるから行こうと言ってくれた。行きました。愛知県の方でしたけれども、その先生はこのいろいろこのご飯を食べさせてくださってお話をしてくださいました。で、最後の時にですね、食べ終わってから机の中から聖書を取り出してきました。そしてこう私に聞いたんです。君たち、二人とお友達いたんですけれども、君たちは何に憧れているか、誰に憧れているかと聞きました。私たちの頃はビートルズが来るとかですね、あの人がグループサウンズの全盛時代で髪を長くしてギターを担いで歩けば一人前のような、そのような時代でした。でも私には全く関係なかったんですね。とこう困っておりました。そしたらこう言いました。いいかい、君たち若者は誰に憧れるかによって君の価値が決まるんだよと言ったんです。そしてこのいくつかの話をしましたけれども、ここでは割愛させていただきます。そして先生は言いました。私はイエス・キリストに憧れていると言いました。それを書いてあるのはこの聖書だと言いました。私は初めて聖書をその時にまじまじと見ました。それまでは一度も見たことはありませんでした。本屋で見てたかもしれませんですけれども、その気には留まっておりませんでした。私はその帰りにですね、このバス停まで行く間に涙が出てきました。そして聖書を買ったらこの先生のようになれるかもしれないと思ったんです。何も大学の先生になるってわけではありませんよ。生き生きとして生きる人になれるかもしれないと思ったんですね。それから聖書を読み出しました。私にとってのこの天使は40歳のおじさんだったんですけれども、でもこの天使こそ私にとっての本当におめでとう、聖の神がお前と共におられるっていう言葉だったのです。その後やめることができずに聖書を読んで読んで読んで、結局辞めたのは大学を辞めてしまいました。そのようなところなんですけれども、その間も神様の天使なるもの、聖霊なる神様が私を助けてくださっておりました。そうです。
人の命はどこにあるのか。人の命は言葉から来るのです。言葉からなんです。小さい子が本当にこの愛してるよ愛してるよと言われたならば、その子の命は素晴らしい命を持つことができます。クリスチャン夫婦にこの男性の子が生まれたんです。その両親は考えました。この子はどういうふうにしたら将来生きていくことができるだろうかと、神様からアイデアをいただきました。人を愛することができたら、この子は生きることができる。この子が人を愛するものになったら生きることができると、この教えられたんです。そうしてその夫婦は本当にその子を愛したんです。正しく愛したんです。時々その子はある程度小学校の 5,6 年生になるといった時ですね、よその家庭からレンタルに来るそうです。その子を貸してください、1日1万円とか、なんかそんなことはないと思うんですけど、どうしかと言いますとですね、そのレンタルに来た家族は、家族がなんかそれいつも喧嘩するんだそうです。でもその子が自分家に遊びに来てる時はみんなニコニコなんですって。それで今度ですね、ちょっとした旅行に車で行くんだけれども、狭い中で家族やると必ず喧嘩になるから、その子を貸してくださいと来たそうですね。まあそのようにして、そうです。もしそれと逆のように、お前はいらない、お前は橋の下から拾ってきたんだ、お前なんか食べるな、こうするな、こうするなと言われ続けたならば、その命は死んでしまいます。そうです。人間の言葉は、この命は言葉から来るのです。そしてこの言葉っていうのは何も発生のこの言葉でありません。それは愛です。愛。ですから命っていうのは一人一人の内側にあるものではないのです。命っていうのは一人の中になくて、私とあなたが愛し合うっていうその真ん中にできるものこそ人間の命なのです。動物は個体の中に命があると言ってもいいでしょう。しかし人間はこの個体の中に命はないのです。だから私たちは親を求めます。だから私たちは青年になったならば伴侶を求めます。何を求めているかというならば、命を求めているのです。しかし人間と人間との間の命は不完全であって、それはちょっと違ったものになってしまっていきますね。しかし神様の命だけは、これは絶対に失望することはありません。神様は言われます。あなたを作ったのは私だ、私はあなたを愛しているといつでも言ってくださいます。それを私は聞いて聞いて聞いてきます。そしてその言葉は単なる言葉ではなくして命となります。でその命っていうのは私とあなたでしたね。そうです。神と私。この中に私たちには永遠の命、神の命がこの内側に宿ってくるのです。今日も皆さんは神の声を聞いているのです。賛美の中に神の声を聞いているのです。この一つ一つの言葉を生み出しませんですけれども、聞いているそのことを忘れないでほしいと思います。第一番目、それは神の声を聞く、これが人間の立場です。皆さんは今まで誰の言葉を聞いてきましたか？そうです、悪い言葉は聞きませんですか？私の父は昭和18年に出兵していきました。長女がもういました。次女が体内におりました。でもその時に赤い札が来た時ですね、息に感じたそうです。どうしてそんなことがしにくかもしれない、どうして息に感じるのか。それは今まで聞かされて聞かされてきた言葉が彼にその思いを与えていったのです。それは悪い言葉であります。この言葉にマリアは非常に驚きました。信じられませんでした。しかし、まずマリアは神の言葉を聞いたのです。皆さんの人間としての立場、第一番目は必要なのは神の言葉を聞くことなのです。第二番目、神を宿すことが人間の立場です。
あなたを愛している。まあこれは受け入れやすいですね。しかしマリアが神の言葉を聞いたんですけど、その内容は何だったかと言いますならば、あなたは身ごもって男の子を産むと言われてしまったのです。マリアは即座に言いました。どうしてそんなことがありましょうか。私はまだ男の人を知りませんのに、結婚してませんのにと言いました。その通りだったと思います。私自身も聖書を読むのってまずの疑問はこのことでした。乙女マリアから男の子が生まれた。なかなかこれはわからなかったですね。でもこれは言葉を変えてみましょう。もちろん私たちが体内に何かを宿すってことではありません。宿すっていうことは神を内側に受け取るっていうことです。神を内側に、私の心の内側にお迎えするっていうことです。そうしますときに、これは全ての人が誠の神様を自分の内側に宿す、受け取るっていうこと、これが人間の立場になります。日本人にとってはこのことが非常に難しいのです。神があなたの中に住まわれると言っても、まず日本の神々にはそのような神様はいなかったのです。日本人が信じる神々、共通していることはその神に人格がないのです。どのような方かわからないです。阿弥陀の慈悲によって救われるという阿弥陀様が何を語って、何を食べて、どういうふうにして生きたか、誰もそれはわからないんですね。イザヤ・ベンダさんという人が日本人のことを日本教徒と言いました。そしてその中にてこんな一節があります。徳川家康がまだ三河にいる頃でした。一向宗が盛んに暴れ回るので、どうしてもそれをやっつけたかったんです。あるこの武士を隊長に命じて、一向宗をやっつけろと言いました。彼は出て行ったんですけれども、一向に成果が上がらないんですね。家康が調べましたら原因が分かりました。命じたこの武士、大将がですね、一向宗の信者だったんです。それで家康はカンカンに怒って、そいつをですね、前に呼んで、そしてその人にこう言いました。いいか、処刑か改宗かどっちかを選べと言ったんです。処刑か改宗かどっちかを選べって言いました。そうしましたら彼はですね、毅然として、回収はしません、処刑してくださいと言って、自ら首を差し出したそうです。あまりの潔さかなんかに圧倒されたのか、家康はですねこう言いました。こんな頑固者は処刑してもしょうがないと言ったんです。その瞬間、この部下は不意家康の方を向いて、ただいま回収しましたと言ったんです。何がここに起こってたんでしょうか。そしたらイエス様、お前は、このイエスはお前は何というひねくれ者だ。処刑するといえば回収しないといい、処刑をやめれば回収すると一体どういうわけだと聞きました。彼は言いました。命が惜しくて回収したと言われることは侍の一が許さない。だがこれで私はたとえ回収しても命惜しさに回収したのでないことが明らかになりましたから回収しますと言ったんです。要するに彼は一向宗がどんな救いであって何が救いなのか、そんなことは知らないんですよね。わからないんです。彼が信じてたのは何ですか。それは武士という自分の立場なんです。そして人々からどういうふうに見られるかっていう自分の立場、それを信じてるんです。日本人の信仰はほとんどそうですね。うちは禅宗です、浄土宗です、日蓮宗ですって言いますけど、じゃあその救いっていうのは何ですかって言われて説明できる人はほとんどおりません。でも昔からそうやってきたから、うちはそうしないといけないから、お墓守りしなきゃならないから、クリスチャンにはなれません
ていう、何を信じてるんですか。まさにこれ日本教徒なんですね。私たちのそこに神社がありました。中に入ってみました。鏡が置いてありました。人格ではありません。そのようにして私たち日本人にとっては神を宿す、神と共に生きる、このようなことは考えられないのです。ですからとても難しくなります。しかしクリスチャンたちは違いましたね。踏み絵がありました。彼らは踏みませんでしたね。どうして踏めなかったんですか。彼らにとってのその絵の人物は、これは人格だったのです。人格だったのです。ここに誰かがいますね。その人を、じゃあ私はそう殺しましょう、ドンとですね、ドスでつつく、これが人格を殺すってことですよね。ですからこれはできなかったんです。イエス・キリストが彼らにとっての明確な人格として、彼らと関わり、彼らと会話し、共に生きてきた相手だから、踏むことはできなかったんです。単なる神ではなかったんです。人格だったんです。一向宗の人が信じた、それは彼らにとっては自分で作った神様だったから、結局はいくらでも捨てたりこうして、結局は自分が立つっていうこと、自分の立場を守るっていうこと、これになってしまうのです。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となる、うん、これこそ私たちの立場です。神と共に生きるのです。3番目、神様に従う、これが人間の立場です。マリアの驚き、戸惑い、混乱、もうすごいものだったと思います。なぜならば、もし神様の声に聞き従うならば、自分はどうなりますか。もちろんまず一番最初は許嫁から捨てられてしまうこと、当たり前ですね。人々から後ろ指刺されますし、蔑まれますし、場合によっては石打ちの刑もユダヤにはありました。姦淫罪でした。戸惑うマリアに対して神様は、証人がいるよって言いました。これは特別なことじゃないよ。だからお前のおばさん知ってるでしょ、あのエリザベス、おばさんだから日頃からよく知ってますね。もうすごい年になってました。でもそのご夫婦に赤ちゃんができてたんです。もう6ヶ月目になってますよってことですから、はためからもわかるぐらい、お腹見てわかるぐらいになっておりました。ですから神にできないことはないよ、神はできるんだよと言いました。そして彼は、彼女はお言葉通り、この身になりますようにと言いました。私たちにも多くの証人が与えられております。私が出会った先生、彼は私とっての神が生きているっていうことの最初の証人でした。その他にも本当に多くの証人があります。10年単位で見ると目立つのは政治家です。100年単位、ちょっと今短くなりましたけれども、目立つのは、これは教育家と言われます。1000年経つと宗教家だけしか残ってません。2000年すると、3000年するとほとんど残ってません。そして残っているのは聖書のみです。イエス・キリストのみ、聖書の神様のみだけです。そうです、真理っていうのは普遍的なんです。どの時代でも変わらないのが真理。また真理っていうのは全ての人に当てはまる、有機的であることが真理なのです。そして真理っていうのは単純で美しいと西田喜太郎
ていう哲学者が表現しました。単純で美しいっていうのは頭が良ければそれを得ることができるけれども、こうだからダメだとか、病気になったからダメだとか、黒人だから白人だから何だからダメだっていうんじゃなくて、全ての人に、しかも単純で美しいからそれは母の愛のようと表現しましたけれども、本当にですね、無条件でただくださるっていうことです。赤ちゃんは何にもしません、何にもしないでけれども、母親が、親が全部くれるんですよね。それだったら受け取ることができます。全ての人が受け取ることができます。そうです、聖書、そしてこの神様こそ真理なる方だからです。だからいつの時代でも変わりません。ペテロに語られた神様は私にも語ってくださったのです。彼らができたことが私にもできるようになってきたのです。それは神が私の中に働いてくださるからです。マリアはお言葉通り好みになりますようにといった裏側には自分を捨てたのです。自分が考えた、自分が作ってきた今までの立場を捨てたのです。この人の言い名付けであるっていう立場は捨てました。人々からよく思われるっていう立場も捨てました。そして神を選んだのです。エリザベートにこんなことをしてくださった方は、私も信じてみよう、お言葉通りこの目になりますようにと言いました。私は主のはしためですと言いました。はしためっていうのはある面では女女中っていうよりももっと女奴隷とも言うことができるんですね。主人、私の主人はヨセフではありません、親でもありません、私はあなたを主人としますと言った告白こそ、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと言いました。自分を捨てる、これが愛、命が作られていく大きな大きな要となります。私たちは伴侶を求めます。自分を捨てるためですか、相手に仕えてもらうために結婚したんじゃないでしょうか。だからうまくいきませんね。本当の命、愛、これは自分を捨て合うところにしかできないものなのです。最後に一つのお話をします。第二次世界大戦の前のドイツのことですけれども、ヨハン・クレッパーという人がおりました。詩人で小説家として後で有名になるんですけれども、彼は青年時代に目指したのは牧師でした。そして彼は神学校にも入ったんですけれども、どうもその教えに対しては彼は抵抗を持ってですね、むしろ生きた神様と共に生きていこうと思って神学校は辞めてしまったんです。そしてこの人に運命的な出会いがやってきました。1929年にハンニ・シュタインというユダヤ人女性で、しかも離婚して小さい子2人を連れている一人の婦人と出会うんです。かなりの年上でもあったんです。それはクレッパーの28歳の時で、1931年でした。やがて1933年になりますと、このその後ですね、このヒトラーが政権を取って、そして彼はユダヤ人を人種として絶滅しようとする途方もない計画を立てて、それを実行に移し始めてきます。そして彼と彼の奥さんと二人の子供たちはユダヤ人ですから、なんとかしてそこから逃れるための最善の努力をしていくんです。しかしとうとう逃れられなくなってしまったんです。そこでこのクレッパーの妻や子供たちはアウシュビッツの殺人工場に送られることになりました。その時はもうゲットーに入れられてたんですね。町を仕切ってユダヤ人だけをそこに入れて、順次そこをこのアウシュビッツとかダッハウだとかですね、そういったところにどんどん送っていく時になったんです。どうしても自分の子供と妻をそこからですね、守ることはできなくなってしまいました。
ついにどうしても愛する者たちをアシュビッツに送らなければならないことが明らかになった時に、彼は妻や子供たちと一緒にベルリンの西の外れのニコラスゼーというところの自宅でガス自殺を遂げたのでした。1942年の12月10日のことでした。キリスト者の考え方をするならば、自殺は罪です。クレッパーは深い信仰を持ったキリスト者でしたから、そのことはよくわかっておりました。人は生きていけないと思えるような辛いことがたくさんあり、どうしても出口が見つからないとき、人は自らこの地上の生活に終わりを与えようとする。それは心情としてはわからないことはない。しかし、生命というものは私たちの勝手にできるものではありません。それは神のものです。生死の決定は私たちの手に委ねられてはいない。それは神がお決めになることです。これがキリスト教信仰の立場です。一般的な私たちの立場でした。クレッパはそのことが分かっておりました。それなのに妻や子供たちと共に死んできました。愛する者をみすみす地獄の火の中に送らなければならないという絶望に駆られたことだったんでしょうか。要するに人間の同情とですね、この子供たちと一緒にといっただけのことなんでしょうか。だが、ただ、彼が妻や子供子と共に命を絶った自宅の一室には日記が置いてあった。その最後のページに次のような言葉が残されていました。我々は今死ぬ。ああ、そのこともまた神の御手の中にある。我々は今夜一緒に死んでいく。我々の枕元には、この最後の時にも祝福を与えるキリストの絵がかかっている。彼は我々のために戦えたも、この方の眼差しの中で我々の生涯は終わる。この極限の状況の中でも彼はイエス・キリストを仰ぐことをやめてはいませんでした。彼はイエス・キリストがどん底の人間を愛していつもそのそばに立ちたもう方であることを、実に地獄の底にまでも共に降りていく方であることを片時も疑っていませんでした。クレッパーが死んでいったのはアドベントの第2週でした。考えてみると、キリストはどん底にいる者たちのそばに立つためにこの世に生まれた。人生をただ楽しむためでなく、人々を愛してそのためなら、地獄の苦しみさえもあえて引き受けるために、イエスはこの世に生まれたのです。そこで皆さんにこんなことを言いましょう。イエス様は自殺したんです。そうじゃないですか？役人たちに縛られて十字架につけられましたね。確かに現実はそうでした。でもイエス様はもともと死ぬために来ましたね。そして十字架についたのは、言葉を変えていくならば、私たちのための自殺じゃなかったですか？そうです。それで私たちは助かったのです。クレッパは死んだでしょうか？この4人の者たちは死んだんでしょうか？死んだとは思いません。まず彼らの4人の中には愛がいっぱいあったんだと思うんです。そしてさらに、それはこの地上だけのものではなくして、彼らの4人の魂は永遠の世界へと蘇っていったことを確信できます。アーメン。愛する兄弟姉妹、皆さん、どうか神様が私たちにこのクリスマスを与えてくださいました。マリアという人を示してくださいました。この立場、マリアの姿こそ私たちが歩まなければならない人間の立場です。キリストの声を聞いてください。聖書から聞いてください。神の言葉を受け入れてください。その時に皆さんの内側にイエス・キリストが住んでくださいます。そして神に従ってください。それは自分を死んでいく、自分を自己犠牲する道でしょう。しかしだからこそ生きるのです。そこにこそ人間の命が満ち溢れるのです。この道を歩んでいきましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。
クリスマスの時、私たちに誠の命を示しくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちはマリアとして生きることができますように、尊き主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは共にイエス様をお迎えする賛美の時を持ちましょう。どうぞもしご起立できる方はご起立ください。諸人こぞりてです。Thank you.